皆さんこんにちは。今日は来たれバウハウス展に行ってきました。はい、現在東京ステーションギャラリーでは来たれバウハウス展という展覧会をやっています。で、通常でしたらいつもこちらで私が簡単な解説をするという形なんですけれども、今回はですね、その内覧会で、バウハウスのことをいろいろご紹介された深川雅文さんという、展覧会の監修をされた方の一人だと思うんですけれども、その方が非常に面白いお話をされていましたの で、こちらで、音声を使わせていただいていいですかというふうに聞きましたところ、ご快諾をいただきましたので、これから深川さんのお話を、こちらで、流させていただきたいと思います。とても長いお話になりましたので、まずバウハウスとは何かということを入れましたショートバージョンと、それから全てを解説しているロングバージョンと2つの動画を作りました。それではロングバージョンをお楽しみください。もう一度ですね、バウハウスって何なのかということについて簡単にお話しますと、バウハウスはドイツ語なんですけど、バウっていうのは、建築という意味があります。でハウスっていうのは、英語でもハウスというふうに、お家とか館とかですねいう意味がありまして、そのバウとハウスをくっつけてバウハウス、つまり、直訳しますと、建築の館、建築の家とでも言うんでしょうか、そういう意味なんですよね。でも、じゃあどういう、それだけでもちょっと分かりにくいですよね。じゃあバウハウスって何なのか。で、このバウハウスを、設立したですね、建築家、ヴァルター・グロピウスという方がいますが、で、このヴァルター・グロピウスのですね、バウハウス設立宣言というのがありまして、そこにオリジナルがありますので、これも後で見ていただければと思いますが、この真ん中のところですね。でこの中 その最初のフレーズがですね、全ての造形活動は建築を目指すというふうなフレーズがあります。これどういうことかというと、建築のもとにですね、さまざまなその造形活動、その絵画だとか彫刻だとか、工芸的な芸術だとか、さまざまなその造形活動を建築のもとに、総合するというふうな、そういう考え方で、設立されました。でその実態とは何かというと、そこにも記しておりますが、学校なんですよね。でじゃあバウハウスの建築の学校かというとそうじゃなくて、その今グロピウスの言葉を引用しました、その建築のもとにさまざまな芸術を総合していくよということで、そういう学校として立ち上がりました。それがバウハウスです。ですのでそのバウハウスのとは何なのか、バウハウスの本質というものをですね、皆さんに、ある意味こう学校に入学していただいたようなですね、そういう内容をですね、ここに展示して、体験してもらおうというふうに思っているわけですよね。で、その教育の、その根幹というものがですね、ありまして、それは基礎教育というものでした。でこの部屋はですね、主にその基礎教育、それを最初に始めた先生は、一点という先生がいたんですが、予備課程、あるいは予備教程というふうな名前を付けられます。さまざまなそのジャンルの造形活動であるわけですけど、それぞれにふさわしい何か教育っていうものを、固有の教育を行うっていうんじゃなくて、幅広くですね、造形活動の基礎っていうものをまず身につけて、そこから次のステップに、入っていこうというですね、そういうカリキュラムを作ります。で、次のステップっていうのがこの2階の展示室に、出ていただきます、工房教育という教育になります。つまり基礎教育を経て、そしてその工房教育に入って、そこでさまざまなその造形活動に、学生たちがですね入っていくという、そういう仕組みになっています。さて、じゃあその基礎教育についてですね、ちょっとここで、お話ししたいと思うんですけど、
まあ、ここにはですね、あのバーハウスの先生の中心的な先生のマイスターって言います、ね、でそのマイスターのうちですね、この、基礎教育予備課程に関わった、まあ、主要なですね7人のマイスターのその基礎教育での何を教えたのか、どういう授業をしてたのかというのをですね、その授業を受けた、学生がその課題に取り組んだその成果をですね中心にここで示しております。で、まあ、7人いますし、まあ、いろんな、あの実験的なあの試みがあるんですが、この回ではですねこちらのカンディンスキーの授業をちょっと皆さんに受けていただこうかなと思います。カンディンスキーというのはまさにね20世紀の、まあ、絵画のですね、まあ、それこそそのキュビズムに始まるあの絵画芸術のですね、まあ、革新、特にまあその抽象化という方向での、まあ、ある意味でそのパイオニア的な、まあ、存在でもありました。非常に影響力のある、そして力のある画家でしたが、そのやっぱりカンディンスキーが、ね、このバーハウスのマイスターになってるっていうことはもうね、すごいですよね。そしてまああのちょっと今日は時間がないのであまり触れませんが、こっちクレーの授業があります。だからカンディンスキー・クレーといったね、あの画家、まあ、当時のまあ現代美術のまあ先端を行ってるようなですね芸術家がマイスターとしてあのバーハウスに集まっております。で当時の、まあ、最先端をまあ走っているようなそういう芸術家があの先生として集めております。で自分たち あの制作っていうのをもちろんやってるわけですけど、まあ、それとは別にその教育者として、その現代の当時のですよ、当時の現代 その造形というものがどういう形で進むかというものをですね考えながら、そしてまあバーハウス その教育の進め方に沿ってですね、革新的な教育を行っています。でちょっとカンディンスキーについてちょっとお話ししましょうかね。まあ、まずこれ何なのかということでね、はい、皆さん教室に来ました。バーハウスの教室です、これね。で教室に入りました。でカンディンスキー先生はそこら辺から出てくるかも分かりませんけど、今日はちょっといませんが、でパッと入るとこういうのがですね机の上に積んであるんですね。で何をするかというと、これをあのまずそのデッサンしなさいというような指示が与える。そしてデッサンする。ここにちょっとそのプロセスが書いてありますが、まあ後でちょっと見ていただければ分かりますが、まずその見た形を自分でデッサンをやる。そしてそのデッサンしたものをですね、さらにそのものとものの関係がどういうふうにあるのかということを、その線とかあるいはその幾何学的な形態で、もう一遍表現していくという形で、あの、まあ、抽象化していくプロセスをですね非常にこう実践的に、あの学ぶというそういう授業を行ってたんですよね。他の先生たちもそういうこともやっており、また形態だけじゃなくて、まあ、色彩ですよね、色彩に関しても行っていた。つまり、まあ、造形の基礎をですねこの基礎教育でしっかりと、まあ、実践して学んで、そして工房教育の方に行くというそういうシステムを取っていたわけですよね。さてそれでは基礎教育をですね、無事、合格しまして、で、工房教育という方に移っています。そのまあ、基礎教育というのはもうジェネラルなさまざまなこの領域をまあ横断した教育ですが、工房教育ではそれぞれの人が、あの学生がですね、あの自分はこういう素材を使いたい、私は木がいいなとか、私は金属がいいなとか、あるいはその家具の工房に行きたいなとか、そういう工房を自分で選んで、その工房教育に入っていきます。まあ、バーハウスで生まれたその、あのデザインプロダクトの中でもマルセル・ブロイヤーというですね、まあ、元学生なんですが、学生からマイスターになるんですが、マルセル・ブロイヤーがデザインした交換椅子、スチールパイプの椅子です。バーハウスを象徴するバーハウスの教育から生まれた、という意味でもですね非常にこう象徴的なものとして、で、まあ、今日もまあ作り続けられているというですね、その、椅子の当時生産されたものがそこにあります。その椅子 その素材は、まあ、それまではやっぱり木材であった、マルセル・ブロイヤーはその家具 その素材としてですね、
スチールパイプを取り入れた、そして、まあ、それを実際に、デザインとして、まあ、実現した、まあ、最初の、まあ、デザイナーなわけですよね。スチールパイプをですね、その家具の材料として使おうと思った、きっかけはですね、バウハウスの人って結構自転車乗ってる人が多くてですね、まあ、重要なその交通手段でもあったんですけど、その自転車に乗ってる時に自転車 の, そのフレームですよねを、そのブロイヤーはこれを椅子に使えないかなというふうに思ったというのが最初のきっかけで、で、その実際にそれを実践して、今見たような形に作っております。で、形を見ているとですね、先ほど の, あのカンディンスキー の, その分析的デッサンのところで、見られましたように、やはりその基本的な形態をまあこう抽出化して抽出して、まあ、それを組み合わせたような、なおかつその人間が使うにあたってそれがまあ快適であるかというところも含めてですね、考えております。まあ、さらに重要なのはそれをこう社会のさまざまな生活空間の中に、普及させていくと、つまりまあ外部 の, その、まあ、家具工場とまあ連携してまあそれをまあ生産化していく、その生産するその元のデザインですよね、まあ、それを行うということで、その工房教育ですね、先ほどの椅子に関しては家具工房、あるいはパネルミ金属工房、彫刻工房、織物工房ですね、そして壁画工房、印刷広告工房、版画工房、陶器工房ですね、かなりいろんなジャンルがあって、このジャンル自体もまたその技術がこう進展する中で、その統合されたりするようなですね、そういう動きもあります。で、この台に置かれているものがですね、そのバウハウスの各工房から生まれたですね、まあ、代表的な、非常に重要な、ものがですね、ここに並んでおります。で、まあ、ここ見られましても分かりますように、まあ、先ほど の, その基礎教育においてですね、やっぱり基礎的な造形を学んだと、でその基礎的な造形を実際の、使用するものにどのようにこう適用していくのか、デザインしていくのかということがですね、ここに実際にまあ展開されているわけですよね。まあ、それぞれの個性もありますけど、やはり、やっぱり基本的な形態、例えば丸だとか三角だとか四角だとか球体だとか立方体だとかですね、まあ、そういうものをいかにこう組み合わせていくのか、構成していくのかというふうな、この造形の理念がですね、息づいているのを見ていただけると思います。まあ、象徴的なのはこれ後で見ていただければと思うんですが、チェスセットというのがあります。それがそのバウハウス の, その造形の, その理念を通すとですね、こういうふうな形になるというのは見事な形で、立方体、まあ、球体、そして X 型の形態等ですね、それを組み合わせて、しかも大きさを変えるとかして、変えるなどして、その強さも表現するというふうな、この見事なそのデザインになっているわけですよね。まあ、こうしてですね、さまざまな工房で、まあ活動をします。そして、興味深い工房としてはあちらですね、舞台工房というのがあります。なんで舞台工房というのはですね、なんでそのバウハウスに設けられたかというと、バウハウスはその建築を最終目標とすると、建築というのはその空間であるわけですけど、まあ、普通 の, その生活空間、これはまあ日常的な空間なわけですけど、まあ、それと同じくらい重要なものとして、祝祭的な空間というものもですね、人間にとって重要なんだと。でその祝祭的な空間というものがその舞台という形でですね、この、バウハウスの中に位置づけられておりまして、そこでさまざまな実験が繰り広げられております。であちらのですね、あそこ左の方に曲がるとですね、そのオスカー・シュレンマーというこの舞台工房のマイスターが作りました、三つ組のバレエというですね、バレエの、まあ、上映をやっておりますので、ぜひそれも見てください。で建築の工房というのはですね、1927年に、ハネス・マイヤーという人をですね、その建築家のマイスターとして呼びまして、建築家というものができます。でこちらにその建築家で行った、まあ、
図面、学生たちが行った図面、あるいはそのマイスターたちが関わったさまざまな建造物の模型がありますので、それもぜひ見ていただきたいです。現代のその建築において、例えばプレファブリケーションとか、ですね、あらかじめその仕様を統一して、それを組み合わせて、家を作るだとか、そういう、もう私たちもそれが普通と思ってますが、そういう発想がこのバウハウスの建築の中からも生まれます。そして、今私がそのこの T シャツ着てますが、バウハウスのですね、これがデッサオ校舎、1926年のワルター・グロピウスが設計した、今世界遺産にもなっておりますが、有名なそのバウハウスのデッサオ校舎ですね。これはもう本当にそのバウハウスのですね、もう世界にこう知らしめる素晴らしい建造物として、今日も世界中からですね、いろんな人が訪れております。そして、こちらの奥に行きますと、日本からですね、バウハウスに4人の学生がですね、入学しました。水谷武彦さん最初、そして山脇巌さんで、山脇美智子さん、これはご夫婦で、その学ばれております。でもう一人、大野玉江さん、在籍した時期は違いますが、この4人の方がですね、日本から学びに行っております。そしてそこで学ばれた、その授業の内容だとか、考え方というものを日本に戻って、伝えて、そして、その流れがですね、その戦後になって、さまざまな芸術大学、それデザインの学、造形学校の、カリキュラム等にですね、反映しているという形で、バウハウスの精神が、日本にもですね、根付き、それが発展しておるというところであります。このバウハウスの在り方というものは、現代においてもですね、やはり大きな、現代にもすでに影響を与えて、もう私たちの空気のような形で私たちの生活空間に入って張り込んでますが、現代ということで考えた場合に、やはり新しい、テクノロジーですよね、がこう進展してきている。例えば今だと、AI テクノロジーだとかもあるわけですよね。あるいはナノ生命科学のバイオテクノロジーだとかいうのもありますが、そういう新しいそのテクノロジーをとその芸術をですね、どうその統合していって、より良き社会を作っていくのかっていうのがですね、これもバウハウスの掲げた大きな目標だったんですね。でグロピウスはですね、もう一つ重要なその命題をその学校の目標として掲げました。アートとテクノロジー、新たな統一というね。でこれも一つ大きな指針となって、そのバウハウスの活動が世界中に広まっていくわけですよね。やはりそのテクノロジーとアートをどういうふうに、統一していくのか、融合させていくのか、それによって我々の社会をより良きもの、豊かなものにしていくのかという、この精神というものはこれからもですね、100年を経てもこれからも重要なものとして我々は受け止めていくべきじゃないかなというふうに考えております。私の説明はこれでお開きにさせていただきたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。展覧会のたびに撮ってる動画ですので、定期的とは言えないんですけれども、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。